回紹介するのは、直近アプデで情報修正された赤いなんや。裏のセリフは、これ、手も触れが流行ってた頃の位置が見たいやな。そんで、サンポケパンのイラストはこれや。手も触れにを見た時の位置が見たいやろ。そろそろカードの性能についての話しようか。まあでものっけな、こういう話な時点である程度察しやとは思う。調整点は武力プラス3からプラス4、10カウントから 10.8 カウント、射程 1.6 倍から 1.7 倍らしいで。3箇所も情報されとるんやけど、一つ一つは控えめな感じやね。武力プラス3で10カウントが基本の野獣戦法の上位互換ではあるんやけど、喜べ豚ども、これが戦争だ。使ってみて思ったんや、遠弓攻略と特に復活の相性が良くないのが致命的や。に関しても闇兵の全パッコが同じ532で特技の復活向上やから、正直赤いなんはその面でも採用しづらいんやよな。計略情報もありまたいんやけど、頻繁に打つ計略じゃないからスペック選ったが欲しかったところやね。それでも特技復活と遠弓計略の珍しい組み合わせが輝ける機会もあると信じたいところや。
冒険に答えよ。一撃でことをなせるの。あたしと君で天下を目指そう。いらぬてか。さあよ。行かせない。喜べ豚ども、これが戦争だ。撤退やむなしか。いざ戦場へ。はい、あたしと君で天下を目指そう。君、はい、休憩しよっか。さあよ。まだやれるわ。まあ、こんな感じのカードや。消費士効果に遠読みがあって、乗車点が低いからな。デッキへのメタになると思うで。特技復活に、消費復活の組み合わせで。撤退させまくる罠なんかでも採用できるはずやし、可能性を秘めてる一枚ではあるはずや。そんじゃ、ここまで見てくれてありがとうな。また見てくれると嬉しいです。